お集まりいただきありがとうございます。えー、ただいまより連合の2019春季生活闘争第3回回答集計結果に関する記者会見、えー、本日は共闘連絡会議との合同記者会見となりますが開始、えー、したいと存じます。えー、直前までこの2階の会議室にて 共闘推進集会を開催しておりました。そちらにもおいでいただいた方もいらっしゃるかと思います。重ねて御礼申し上げます。まず、お配りしている資料の確認をお願いいたします。4点ございます。まず、えー 員上にプレスリリースのございますが、こちらの201球春季生活闘争第3回回答集計結果についてという冊子でございます。こちらに回答集計の総括表とそれから個別の集計表もすべて閉じております。それから本日合同記者会見ということで、共闘連絡会議の資料が1枚、先ほどの共闘推進集会で、 えー、採択されましたアピール、えー、まだこちらは案となっておりますが、無事採択されておりますので、案は消していただいて結構でございます。あともう1枚、えー、3月29日に実施いたしました公正取引委員会への要請書、その時お持ちいたしました要請書でございます。この4点おお手元にお揃いでしょうか はいありがとうございますでは本日の対応者ご紹介申し上げます3月15日の第1回回答集計結果の記者会見と同じく大勢で対応させていただきますまず連合本部より会長の構図事務局長相原担当の副事務局長内田そして総合労働局長富田の4名でございます えー、そして、えー、2019春季生活闘争で設定しております5つの無防滅共闘連絡会議からそれぞれ代表者である副会長が出席をしております、えー、金属共闘連絡会議代表者の高倉副会長、化学・食品・製造等共同連絡会議代表者の平川副会長、えー、流通・サービス・金融共闘連絡会議代表者の松浦副会長、 インフラ公益共同連絡会議代表者の増田副会長、そして交通運輸共同連絡会議の難波副会長でございますで。共同連絡会議の詳細、特にどの構成組織がどの共闘連絡会議に参加しているかはお配りしておりますこちらの資料でご確認ください。 本日の進行でございます。まず会長の構図より、おととい水曜日でございますね、3日の午後5時時点までに引き出した回答、その集計結果につきまして、連合としての受け止めを申し上げます。その後、集計結果の内容につきまして、総合労働局長の富田から説明申し上げ、共闘連絡会議の代表者からそれぞれの状況につきまして、報告をいただきます。 午後5時を目安としております。ではまず構図会長からよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と今日はあのお説明者報告者あの多くありますので、えっ、ー、と冒頭はあのできるだけ手短めに、えー、あのとどめたいと思います。またあのあの石川の奥房の方からもありましたけれども、先ほどの集会、えー、あのお聞きいただいた方々もこの中にはいらっしゃると思います。まあその場でも申し述べたわけですけれども。 えーまあ、この第3回目の回答の集計についてはです、ね、まあ、この今後に向けた、えー、この力という意味ではです、ね、まあ、大変元気の出るあの状況ではないのかなというふうに思っています。えー、特徴点、いくつか、あのーまあ、冒頭の集会の挨拶とも重なりますけども、申し上げておきたいと思うんですが。 大体、1> だいたいあの第1回、第2回とですね回を重ねるごとにまあどうしても後に続くところのですね賃上げ、アップ率、金額まあなかなかあのえこの最初の出だしよりはですね下回るというケースがあの多いもんですから大体どこまで低くなっていくのかどうやって歯止めかけていくかみたいな感じなんですがえ今回においてはですねあの2回目のその水準をですねまあ率を 金額ととともに上回っておるということでありますそして、この3回目の集計が、ね、昨年の同じタイミングとの対比でいきますとこれを上回っているということでありまして出だしのところは皆さん方ご承知のようにですね少し賃上げの流れはですね引き続き確保はしているものの。 昨年との対比ではですね水準は下回っていたわけですがえまあこれもあの昨年と同時期との比較ということになりますがえ上回っているということでありますそれからあのまあこのプレスリースのですねこの枠の中の概要のですね丸の2つ目の4行目にありますがやはりあの中小のところがですね あの引き続き昨年以上にですねあのこの賃上げ、大変頑張っているということがあの数字の上でも出てきています、この300人未満のところの5232円2.07%、とりわけあの賃金,金、金額の上げ幅の水準ということで見ますと、この2014年からのですね賃上げの流れ が始まって以来のですね。あの高い水準であるということも、まあ、これ特質をすべきあの状況ではないかなとあのいう風うに思います。まあ、ということで、あの総じてですね。まあ、やはり、えー、この20年間のですね。デフレの状況の中であるいは格差拡大の中でですね。やっぱり遅れを取ってきた。あの中小のところがですね。やっぱりいかにキャッチアップを果たしていくのかとまあ、いうことの中で。 えまそこに向けた思いがですね、ま相当程度浸透している。あるいはあの経営者の方もですね、この人手不足の状況の中で、どうやって人材を確保していくのか、まそういうことがまこれらの数字に表れていると思います。えー、まあこの動きをですね、さらに今後にしっかりとつなげていきたいということを申し上げておきたいと思います。以上です。 え続きまして連合としての集計結果その内容につきまして総合労働局長富田よりご説明申し上げますお願いいたしますえっと総合労働の富田でございます私から皆さんのお手元にプレスリリースと書かれた、えー、用紙を入れさせていただいておりますのでこちらの概要につきましてご報告申し上げたいというふうに思います、えー、まずですねページ1枚めくっていただきまして 三ページ目の四ポツのところをご覧をいただきたいと思います現時点までの要求状況打決の進捗の状況でございます2019のところ網がかかっておりますが集計対象は現時点で7569組合 うち要求を提出した組合が5183組合ということですので要求の提出は約7割弱程度となってございますでこの要求を提出した中で具体的に賃金改善に関する要求をしたものが3694組合となりその回答の状況が真ん中の帯のところに記載がございます 現時点におきまして妥結をした組合は1887組合、下の象形のところにありますが、こちらをご覧いただきますと、1887ですので、解決率は51.1%。 この千八百八十七組合のうち賃金改善を獲得した組合が九百九十二組合ということですので、獲得率は五十二点六パーセントとなりますので、昨年の隣の二千十八との対比においても、回答の獲得率は進捗を見せているということになってございます。で、この数字のところなんですけれども、対比をしていただきますと、昨年と今年とで解決のスピードが若干違うようにご覧をいただけ。 かももしれれませんけれども、えー、細かいところでいきますとちょうど妥結済みのところの真ん中の辺り、えー、例えば第一線香組合から3月末までの状況の、えー、回答の状況と昨年の組合数の状況を比較していただきますと、えー、今年の方が少し春、えー、別が早いという状況になってございますが震度については、えー、それぞれあの報告のタイミングがありますので昨年とほぼ、えー、同等の進みではないかというふうに、えー、見てございます。 それでは回答引き出した組合の具体的な数字をご報告したいと思いますので、2ページ目の上段平均賃金引き上げ方式のところをご覧をいただきたいというふうに思います。全体集計では、低所込みの賃上げ,賃上げの額が6412円、率にして2.15%ですので、昨年同時期と比較してプラス150円、ポイントにして0.02ポイント増となりました。 また、その下の300人未満計、こちらが5232円、率にして2.07%でありましたので、昨年対比でプラス52円、率にして0.01ポイントとなりました。 冒頭申し上げ、冒頭会長が申し上げましたとおり、昨年同時期の率にしても、率は中小、低小、中小全体ともに上回る状況になっておりますが、前回ご報告をしました第2回の集計においては、全体が2.13%。 中小が2.02%でありましたので、前回をも上回るという状況は、2014年以降、全体で賃上げに取り組んできたこの6年の中では、初めてのことだったということでございます。それから、中小の頑張りを一点ご紹介したいというふうに思いますが、真ん中の賃上げ分が明確に分かる組合の集計の300人分の 1K のその下、99人以下のところをご覧をいただきたいというふうに思います。 こちらの定所込みの賃上げ額が5503円、賃上げ分にして1693円ということで、昨年プラス74円、率にして0.03ポイント増となってございます、でこの1693円、0.72%の引き上げ率というのは、全体、規模計見ていただいて、ともに一番高い金額ということですので、100人以下のところの頑張りをご覧をいただけるかというふうに思います。 それから3ページ目の上段個別審議方式でありますが、こちらの方は B 方式の30歳のところで1万円を超える回答引き出しで、引き上げ率にして4.30%、昨年対比でも1764円 0.、0ン6という結果が出てございます。 それから二歩通、非正規労働者の賃金引き上げですが、まず時給の方につきましては、賃上げ,額賃上げの額が28.37円、26.87円ということで、昨年対比いずれも記載の通りプラスとなってございます。また、月給の引き上げについても参考値ではありますが、2.08%という全体とほぼ同等の回答引き出しになっているということでございます。 それからですね次のページ4ページ、5ページ目をご覧をいただきたいというふうふに思います。 これまでのこの会見の中でも皆様方からご要望いただいておりましたが現時点でのそれぞれの項目における要求の集計を今回から記載をさせていただいておりますこの中でも1点先ほど申し上げました99人以下のところの頑張りの度合いですが一発の丸一番のところの300人未満計の下の99人以下を見ていただきますと要求ベースで 定所込みの賃上げ額が8083円、引き上げ率にして3.41%、昨年対比で164円増、0.02ポイント増ということで、この規模の要求率が一番高いということですから、規模の小さいところほどやはり問題意識が高いという姿を、要求の段階からもご確認をいただけるかというふうに思います。 6ページ以降は添付の資料ということでそれぞれの項目ごとの詳細を載せさせていただいておりますので2点ほどご紹介をさせていただきたいというふうに思います。 先ほど、冒頭なあいの中で、中小の賃上げの額が、この4年間の中で一番高かったというふうに申し上げておりますが、こちらを時系列に並べてございます、14年から19年までの間で、低小込みの引き上げ額が5232円ということで、近年一番高かった15年の金額をも上回るという状況ですので、中小組合の方の基盤整備も、基盤の底上げも一定程度図られてきていると。 というふうに見ていただけるかというふうに思いますそれからページ飛んでいただきまして23ページ今年の取り組みのもう一つの軸であります働き方の見直しでございます 23ページから24ページにかけて、さまざまな項目の取り組みの状況をご確認をいただけるかというふうに思いますけれども、とりわけ年あの,今年あの進展が見られているところ、取り組みが厚くなっているところのみご紹介させていただければと思います。両学校の1、長時間労働の是正については、黒丸上から3つ目、年次有休休暇の取得促進に向けた取り組みが1500件弱ということで、非常に大き,い大きな取り組みとなってございます。内訳は 5日未満社をなくす取り組み、もしくは100%の取得を目指した計画付与などの法則についての協議となってございますので、進展も回答の状況も見ていただけるかというふうに思いますので、併せてご確認いただければというふうに思います。それから2つ下がっていただいた、事業場外みなしの労働者、監督者も含めたすべての労働者の労働時間管理の把握の取り組みが、この4月から義務化された関係もあって、800件を超える取り組み件数となってございます。 それから両学校の2非正規労働者の雇用安定処遇ですが丸2番の処遇改善の片括弧 B をご覧をいただきますと福利厚生全般並びに安全管理につきましては600件を超える取り組み件数となっているというところでございますさらに一番下再雇用者の処遇に関する取り組みにつきましても昨年大きく超えて800件という取り組み件数になってございます最後に言って24ページ目 ポツの男女平等の推進のところの両学校の3、ここに今回から改めてあらゆるハラスメント対策と差別禁止に関する取り組みを入れてございます。1つ目の黒窓にあるとおり、職場の実態把握、対策についての労使協議について、268件という取り組みの進展が見られているというところでございます。集計結果については以上でございますが、あと2点、添付の資料についてご報告させていただきます。 先ほどのの集会の中でアピールをを採択をさせてていいただいておりますこちらの方のところにですねこれから我々が残り半分、まだまだこれからが本番でございますので、その正念場に向けた地方連合会、連合本部、構成組織、それぞれ炭素のそれぞれの取り組みについて、一つ一つの中身で書いてございますので、後ほどの中でご確認をいただければというふうに思います。 それから環境整備の一環で、公正取引委員会への要請書についても添付をさせていただいております。この中で、1点だけご報告申し上げたいというように思いますけれども要請先の、要請先の公正取引委員会の方からは、山田事務,事務総長の方から次のようなコメントをいただいております。 下請け法の周知、消費税価格転嫁に対する公正取引の取り組みのご紹介をいただいた上えで、中小企業が不利益を被らないようにしていくことが大事だ、その点については連合と同じ方向を向いている、要請いただいた内容を真摯に受け止め、取引の適正化の実現を進めていきたいという、えー、ごあの という言葉もいただいておりますのでそのことも併せてご報告をさせていただきます私からは以上です続きまして各共同連絡会議より状況の報告をいただきますまず金属共同連絡会議代表者高倉副会長お願いいたしますはい皆さんこんにちは大変ご苦労様でございます私の方から金属共同連絡会議の現段階の状況を説明をいたします今現在も中堅中正労働省の回答引き出しが続いておりますおむね大体半数ですかね、えー の会議のローなんで,、えー、ややで,で,でかっていいますとやっぱりその日銀短観も発表されましたし日々やっぱり企業の景況感というのが日に日に悪くなってるという状況ですから大変厳しい交渉になっておりまして経営側の方からはあ賃上げじゃなくて人への投資は他のことでしたいという提案が軒並み出てきておりますが 我々としてはその主張を跳ね返し,跳ね返して、月齢賃金への人への投資、これにこだわった交渉をやっていることから解決の時間が遅れているというふうに認識をしております。えー、全体としては、あ小遣い事からありました、賃上げの流れを、このことを継続できている状況が今までのところできているというふうに判断をしております。えー、規模別に見ますと、中小労組が最も高い賃上げを獲得をしており、 中小労組が大手を上回る賃上げを獲得をするのはこれで3年連続であります、えー、中小労組が大手を上回るとこういった背景にはまあ人手不足ということも当然ありますけども同時に今回え従来よりは賃金水準を重視をして各組合が金属労協並びに各産別が示しております賃金水準の目標を踏まえて 目指すべき賃金水準をそれぞれが掲げて賃上げに取り組んできたこのことが功を奏しているというふうに判断をします。えー、今時取り組みでは働き方改革についてもいい論議がされております。例えばサブロッ協定の特別条項の上限時間の見直し、勤務間インターバル制度の導入、年次有給の取得促進などの労働時間短縮に向けた見直し、さらには60歳以降の処遇改善、 そししてて非正規労労働働者ののの雇用賃金労働者条件見見直しなどで数々の進展も見られておりますまた、基幹労連では65歳、現役社会の実現に向けて労使,労使の話し合いを進めてまいりましたが、鉄鋼総合4組合で2021年度に60歳に到達するものから65歳に定年延長するというこの方向性が確認をされておりますという報告を受けております。 今後、回答を引き出す重県・中小労組においても、賃上げ獲得組合の拡大と、大手を上回る賃上げによって、底上げ、格差是正を実現する、こういったことが実現を今後、ますますされますよう、金属共同連絡会議、共同体制を引き締めて、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思いまますす以上であります続きまして、科学・食品・製造等共同連絡会議から平川副会長、お願いいたします。 はい科学食品製造等共同連絡会議でございます構成する3別7三別でありましてお手元の別紙にあるところでございますただし UAE 線につきましてはこの中の製造産業部門を集計をしているというところでございます7三別の全体の傾向でありますけど定床相当分とベースアップを加えた 平均賃金の引き上げについては約6400円ということで昨年と比べて80円ぐらいアップしています300人未満で見ますとこれが100円近いアップとなっているということで、まあ、中小の引き上げの方が頑張っているというふうに見て取れます中小の視点でそれぞれの産別の特徴を申し上げますと u a 前線については 製造・産業部門、大手のグループについては、昨年と同傾向ではありますが、中小グループはまあ約20円のアップ、ジェック連合については、大手と中小の差は特に見当たりませんが、全体として約30円のアップ、昨年と比べてということになります。フード連合の中小については、約200円のアップという報告が出されております。 その他の産別の紙パ連合、ゴム連合、印刷セラミックスというところにつきましては、個別の特徴については、まだ見られる、あの傾向として特徴点が出せないということですけど、えー、賃上げで約5800円ということで、昨年と同程度ということで、報告を受けております。まだあの中小の引き出しについては、数が少ないということで、これからという報告でございます。 その他賃金の引き上げにつきましては初任給の引き上げがま昨年と同様に続いているという報告非正規で働く方の賃金の引き上げは時給で約20円から30円のアップということで昨年に引き続き底上げの流れはあの続いているというふうに見ております働き方に関する長時間労働の是正については年給取得の 促進に向けた環境の整備時間外労働の削減に向けた労使の協議これを多くのところで行っているという報告が出ておりますその他割増率の引き上げ休日増労働時間の短縮という報告もあります特徴的なところでいくと勤務間インターバルにつきましては三々別で 労組導入するあるいは今検討するというところもプラスアルファであるということで昨年に引き続き動きが出てきたというふうに見ておりますそれからいわゆる同一労働同一賃金の法針向の先取りということになりますが契約社員再雇用で働く方の同一労働同一賃金に向けた取り組みということで一時金手当 休暇等、それから福利厚生関係、これらについては、まあ、この法の趣旨に沿って改善、あるいは前進を図っているという報告が特徴的なものとして挙げられております。全体として要求している組合の回答はまだ40%程度というふうに見ております。中小支援につきましては、それぞれの産別で、今後も本格化していくというふうに思っております以上でございます。 続きまして流通サービス金融共同連絡会議の状況につ,きついて松浦副会長、お願いいたします。 はい、えー、私から流通サービス金融共同連絡会の関係についてお話をさせていただきます。えー、と私ども共同連絡会議はですねあの昨日、第2回の会議を開催をいたしまして、各組織の、えー、状況について情報交換をしてきたところであります。えー、個別に申し上げたいと思います。えー、とまず、u a 前線でございますあの。先ほどもありましたように、こちらの共同では流通サービス関係ということで集約をしておるわけでございます。 でえー、とまず流通の関係につきましては正社員で若干の連合集計とは時点の違いがあるかもしれませんが、えー、126組合で6475円、えー、そしてサービスの関係が75組合で 七千四百三十四円というふうに報告を受けております。であの連合の集計でも商業流通の関係が昨年より五百円五六百円下がっているというふうな形になっておりまして、あの確かにこれは遊泳前線の集計でも、えー、同時期で見られると比べると比べるとまあ五百数十円下がっているという集計になっておるんですが、実はあの逆に、えー、同じ前年と本年と両方取れる同組合での比較でいうと前年並みをクリアしていると。 いう報告でありました、えー、そういう意味では、正社員について、優、え、位、ー、前線としては、この流通サービスについては、前年並みをクリアしているという理解をしているということでありました、えー、それからパートタイマーについては、流通関係で135組合、29.8円、そしてサービスの関係では48組合で25.9円ということで、ともにこれも両方、昨年を上回っているということです。えー、それから 均等均衡処遇ということで、えーまあ、ドイツ労働・ドイツ賃金の関係ですが、家族手当、それから通勤手当、休暇・休職制度、まあ、こういったところでの改善、実績が上がってきているということであります。それから、あ労働時間の関係では、勤務間インターバル、すでに100名以上が導入をしておりますけれど、さらに今年、 改善をしている組合が多数見られているということでありました。それから、西方ローレンさんでございますが、正方ローレンさんの場合は、いわゆる営業職員と内勤職員ということで分けながら、どのように収入改善を図っていくかということをですされております。今、報告を受けておりますのは、10組合中7組合が収束ということでありまして、いわゆる 営業支援策を中心にに実質的な収入の向上にするる会会社ととと引き出しているということでありま,すまた、内勤の職員については、8組合が収束ということで、特にこちらは、臨休の関係、一時金の関係、こういったところでの改善を引き出しているということでありました。それから、同一労働同一賃金の関係については、 例えば正社員と同等の一時金の支給でありますとか、パート契約社員の退職ポイントの付与、こういった回答が引き出されているということでございます、また、労働時間に関しては勤務間インターバルについても、一部、回答引き出しがあるということでございます、それから損保ローレンさんにつきましては、5月の下旬ということでありますので、まだこれからということでありました。 それからサービス連合さんにつきましては回答が3月末時点で33組合その中で賃上げの回答を得られたのが19組合ということでおよそ500円から2000円ぐらいの回答幅があるということですが傾向としては若年層への配分を重視する傾向が見られているということでありました。また あいわゆる、まあ、非正規の皆さんの関係につきましては、扶養手当、それから、まあ、時給以外ですね、扶養手当、それから一時金、こういったところでの前進が見られているということでございました、それから全銀連合さんはこれからということでございます、全国の暖炉さんにつきましても、4月、回答ということで、今、進めているということであります。 それから全浪金さんが本年は10年ぶりに部屋要求をしましたということで7組,合から7組合がプラスの回答を得たということでお聞きをしておりますまた均等均衡の関係では子ども手当、地域手当といったところについて今後、協議をしていくそれから一部退職金導入の回答がありましたということであります ヘルスケア料金さんはまだ交渉中、えー、労災労連さんにつきましては、あ7組合が妥結をしたということでありますが、えー、残念ながらあ、まあ、ベア要求したところも回答は得られていないということであります。えー、ただあ、いわゆる非正規の関係についてはあ、組織をしている5組合が要求をし、1組合はあ引き上げの回答も得られた。またえーえー 均等均衡処遇ということで、有給の付与ルールの同一化、一時金の導入、こういったこの交渉がされているということであります。また、インターバルについても、労使で議論をしているということです。ざっくり申し上げて、主に進んでいるのは、われわれの共闘の,の中では、遊泳前線が中心ということですが、正社員については、およそ前年並みは確保、パート、 については前年を回るとまあこういう連合の傾向とほぼ同様の形ではないかと思っております以上ですはい続いてインフラ公益共同連絡会議の状況について増田副会長からお願いいたしますはい、インフラ公益共同連絡会議の代表の増田でございます あの当部門はインフラ事業の民間で働く仲間だけでなくて、あの公務で働く仲間が多く結集しておりますので、現段階での回答状況は他の部門に比べて回答組合数が少ない中での状況説明になる点まずご理解いただきたいと思います。あの三月の中旬の会見では賃上げについては昨年の同時期に比べて前進した回答の引き出しが進んでいること、また 働き方の見直しや多様な働き方ができる労働環境の構築に向けて着実に取り組みが進んでいること以上の2点についてお話をさせていただきました前回の会見から約3週間が経過してこの間においても東部門に加盟する労働組合での回答の引き出しが徐々に進んでいるところであります 現時点での回答状況について主に前回から前進したポイントを中心にお話をさせていただきたいと思いますまずは賃上げの広がりという点です電力総連ですが現時点における電力総連の中小組合の打結水準は電力総連全体の打結水準を上回っておりまして格差是正の取り組みが中小組合の 賃上げの広がりりとなって成果を見せつつあります、うん、とまた、情報漏連では、通信建設業の賃上げ額が昨年実績を上回っており、一部の中小組合では3000円の賃上げ額を引き出したところもあり、情報漏連における大手組合を上回っております。 また、公務部門につきましては今後の人事院、人事委員会勧告に向けて取り組みを展開しているところであります。このように中小組合をはじめとして賃上げの広がりを着実に見せつつあるところであります。底上げ底支え格差是正の取り組みが成果となって身を結びつつあると受け止めているところであります。そして次に働き方の見直しなど労働条件の改善であります。 まず長時間労働の是正など労働時間の関係では勤務間インターバル制度の導入について労使で合意した組合が複数あるほか36協定の言動時間の引き下げや労働時間の適正管理などの取り組みが広がりつつありまた所定内労働時間を1時間短縮した中小組合があるなど 長時間労働のの是正に向けた取りり組みの成果が拡大しておりますまた均等待遇の実現に向けては一時金の支給対象を再雇用者やパートタイム労働者有期契約労働者まで拡大した組合や非正規労働者の年次有給休,休暇をはじめとした各種休暇制度を正社員と同様の制度に改定した組合もあります。 また他にも治療を必要とするものを対象とする短時間勤務制度の導入に合意した組合があるなど個人のニーズに合った働き方の実現に向けた取り組みが進んでおりますこのように働き方の見直しや多様な働き方ができる労働環境の構築に向けた取り組みについても広がりを見せているものと受け止めておりますとそうで掴みつつみある成果を、 今日も戦っているインフラ公益共同連絡会議の中身へそして社会全体へ波及させることができるよう共同連絡会議として引き続き取り組みを進めてまいりたいと思います私からは以上です続きまして交通運輸共同連絡会議難波副会長お願いいたしますはい、えっ、ー、と交通運輸共同連絡会議難波でございますよろしくお願いします、えー、交通運輸部門はマイスター的な人手不足によって 賃引き上げの動きが活発であるというふうに報告を受けています加えてま初任給の引き上げの流れもありますことから賃金解除即上げとなっているとい状況ありますただやはりあの業種間であったりあるいはその同一業種の中でも地域間で濃淡があり現状維持で集結する交渉も見受けられる状況にありますまたあの打結金額なんですがま前年割や低賞資金相当額による打結の場合もあるんですが あの賃金制度の抜本的改革への資金投入だったり、ベースアップ相当額では全然増額となるケース等と、いわゆるその前年解決額と当年との比較単純な比較では判断評価ができないだけに、今日ま見変えられるという状況であります。少しあの業種別にあのご報告します。鉄道部門であります。私鉄については初任給引き上げがですね東日本中心で行われています。 ただ、賃金改善につきましては、地域間でやっぱり濃淡があり、実施、未実施ともにあります。ただ、契約社員、いわゆる市役社員の賃金と労働状況の改善に取り組んでいるケースが相当見受けられます。JR でありますが、JR7 社のうち5社でベアが実施されましたとりわけ16年連続ベアゼロであった貨物で、今年も昨年と2年続けて、ベアが実施されています。ただ、北海道、四国2社については18年連続ベアゼロではありますが、 手当の引き上げを行うあるいは新規採用者の職業改善を行っているという報告を受けています広告でありますが前回もお話をしたんですがいわゆる JAL グループ ANA グループということでベアベア実施未実施とあったんでありますが ANA グループについてはいわゆる属人的な給与である単身不妊であって住宅手当であって不妊手当等と引き上げを行っていますただここで特徴的なのは本体いわゆる親会社 でベア実施はしていませんが、NA グループ各社ではベアが実施されているということの報告を受け,受けています。バースグループでありますが、こちらも人手不足の関係から初任給の引き上げと非正規社員の正社員会の登用、あるいは定年延長の取り組みが進められています。ハイヤー、タクシーでありますが、とりわけタクシーについては人手不足の関係で、 あの部合給の賃金体系なんでありますが、やはり女性従業員、乗務員の増員を目指そうということで、部合給から時間給等の固定的要素を入れた賃金体系を見直す動きがあるということ、加えて人手不足の関係から、まさにタクシー、配達の場合には定年延長されているんでありますが、会社側の方から65歳を70歳に引き上げたいと、こんな提案もあるといったような報告も受け,ました受けています。 海運については内航海運、カーフェリーともにベースアップ1100円ということで同額で妥結をしたという報告を受けましたトラックでありますがこちら賃金引き上げができるかつてあの賃金引き上げをです、ね、明示をした結果として荷主側から物流合理化というの値引きを求められた結果からです、ね、なかなかあの えー、賃金引き上げ額を開示をしない、まあ、炭素も多いんでありますがやはり人手不足で前年生まれる回答が続出をしていますただこれは運輸ローラでありますけれども私は出身の運輸ローでありますが回帰発額で言いますと、えー、単純比較で単位前年812円の増額なんでありますが加重平均では1,138円の減額になりました と1000人以上で、過重平均で2100円の減額になっています。これはやはり最大の炭素、7万人を要する炭素で,です、ね、昨年と比べて3000円弱の減額で解決をしたんでありますが、実はこちらの炭素、分析をしてみますと、ベースアップ相当額で、対前年で3000円強の増額を見たというような報告も受けています。あるいは 昨年はベースアップもですね勝ち取った炭素でありますが、こちらで本年は定期昇給相当額の要求で妥結をしたということなんでありますけれども、やはり4月1日より同一との同一賃金対応として、新社員制度、新賃金制度を移行して、移行に伴う消費資金として、それ度100億円ということもありまして、停止のみの要求としたというような報告を受けています。でですすかからら繰りり返しでありますがだからその今あの 交通運輸部門、前年比較との単純な部分では、なかなか判断、評価できない状況もありますので、今後の課題ということでとらまえています。加えて、これから4割程度のまだ妥結がありますから、残りの6割の中小、零細を中心にして、しっかりと交渉ができるよう、バックアップをしていこうということを確認をしています以上であります。 はいいありりがとうござまましたここから質疑応答に移ります、えー、毎度のお願いですが、えー、とマイクを使っていただくことご質問の前にお名前とご所属をおっしゃってくださいますようお願いいたします。また本日、対応者が大勢でございますので誰に対する質問かもお願いいたします。えー、それでは、えー、と終了予定時刻まで5分ですしかありませんができるだけお受けしたいと存じますのでよろしくお願いいたしますではご質問のある方挙手をお願いいたします。 えー、ではこちら廊下側のお二方えっ、ー、とまず一番廊下側の方からお願いします朝日新聞の沢地です、えー、富田さんにお伺いしたいんですけどえっ、ー、と数字的には確かにいい数字になってますが一方で要求状況の集計を見ると月齢賃金に関して要求している組合数は減っているとで組合数だけじゃなくて平均賃金三ページに出てきますが平均賃金方式の方しか数字ありませんが 対象となっている集計の組合員数自体も2018に比べるとかなり減っているという状況があると思いますこれはどういうふうに原因を見たらいいんでしょうか連合自体の関連数は増えているのでここで減っている要求、つまり数字自体要求が回答が出ているところ自体の数字は上がっているけれどもそもそも要求にカバーされていない人たちが少し増えているという印象を受けるんですけどこれはどういうふうに分析したらいいんでしょうか。 えっと、これはですね。先ほどもあの申し上げたとおり、公正組織ごとにちょっと締めのタイミングが違うということもありますので、えっと日数の関係が一つあるのではないかというのを一つあるかというふうに思います。それから、先ほどの3ページ目のところの、えっと妥結進捗状況をご覧をいただいておりますが、えっと要求のあの月例審議の要求のところをご覧いただいてのご質問だと思うんです。けれども、えっと要求検討中。要求状況を確認中という組合がえ。 昨年をちょっと上回る形で、まだ3割強ありますので、これらの,あの回答の内容が春別されてくると、おそらくはえ回を重ねるごとに、分あの全体状況としては昨年とほぼ同等並みになってくるかというふうに思いますので、現時点での状況だというふうに私どもは考えておりますではえ次、廊下側の前から3列目の方、お願いします朝日新聞の土屋といいます、会長に1点だけお伺いし,します。あの 3ページのですねあの回答集計のところであの個別賃金方式の回答したあの組合数出てるんですけれどもああのまあ、今年連合としてはその賃金の絶対水準あの月額でいくらというのを非常に重視をしているということで求めてらっしゃると思うんですがこの組合数を見ると。あの 去年と比べて減っている、まあ、回答集計でも減っている形になろうかと思いますでこの、まあ、受け止めどういう理由が考えられるのかということと、まあ、来年以降の春闘でもその月額というかあの、まあ、ベアにこだわらずですねベアだけじゃなくて賃金の絶対水準月額というところを、まあ、重視していかれるのかというところをお聞かせください、はいえー、っとそれぞれ労使で交渉する中でですねあの まあいろんな議論がですねあのどこまでこう成り立ってるか成熟してるかというのがまあそれぞれあの度合いがですね進捗の度合いというのはさまざまだと思うんですねでしたがってき今日の集会の中でも特にあの報告者の中でやっぱり個別賃上げというのは非常に重要だというようなですねあのそういった主張、報告もありましたで我々はやっぱりあのできるだけそこを目指していきたいということはあ,のあります。 ただ、あのもうそれ以前の問題として、やはりあの連合の中でもです、ね、まず賃金制度をしっかりさせるっていうところからあのやっていかなきゃいけないということであるとか、やっぱりあのそれと、木、まあ、をいつにするものですけれども、やっぱりその1年1歳働くことによってです、ね、まあ、どれだけやっぱりその力が高まってということだとか、成形非曲線ということとの対応で。 やっぱり賃金というのはやっぱりそういう意味での,この上がるという設計をあの取っていかなきゃいけないというようなこともあるのでまあ今日、それぞれ報告があった中でもやっぱりあの一つ昨年との対比でも提唱なり提唱相当分とベアとまあそれがこうあのいろんなところの,その事情でですねあのまあ制度の中でどこに重きを置いていくのかでこれはやっぱりあのそれぞれの年ごとにですね 労使でしっかり話し合って、どこにあの重点、力点を置いていこうみたいなことがあるんで、したがって、個別賃上げということでそのきれいな姿にね、いずれはあの到達していくことが望ましいと思いますけれどもま、まずはあの今回の春季生活闘争方針の,あの一つの大きい特徴ですけれどもい、一体全体、その水準がそもそもどうなってるのかということにあの光を当てて、 やっぱりそれをどうやって上げていくのか、まあ、ということを評判、まあ、する中でですね、まあ、今回の結果っていうのは、まあ、やっぱりその水準重視ということが、まあ、一つこういった結果につながっていると、まあ、いうことではないかというふうに思っていますはいえー、と時間が来ておりますのですみませんこの後ご質問、ご希望される方はまず挙手をお願いできますか、えー、とお二方ですね、はい、では先に窓側の一列目の方お願いいたします。 します。時事実審の高橋と申します。会長に伺います。今質問にあった続きではあるんですが、まあ絶対額を重視する方針を強調されて、でまたあの数字だけ見るとですね、あのこの二点ゼロ七あ。 中小は2.07で、まあ、大手は2.17ということで、まあ、必ずしも見方によってはあの格差がまあ縮まったとはいえ開いたともまあ見える見方もあるかと思うんですが、まあ、一方でその数字に見えないところで,です、ねまあ、その連合の絶対額を重視するという方針を踏まえて、まあ、中小では,まあとかではどういうようなまあ要求とか交渉が行われて、まあ、例えば、提唱の創設を強く働きかけるとかです、ね、行われたのかということとでまあそれを受けてまあどのようにそういった取り組み数字に見えないところで,です、ね、どのよう あのような取り組みがあって、それをまあ会場どう評価されているのかということを伺いたいと思います個別の状況についてはあの、まあ、あの率直に言うと私はあの把握していないので、もしあればあの補足してもらえばと思いますけども、まあ、あれじゃないですかね、まだ半分もいってないということだと思いますのでねで、中小の取り組みというのは、まあ、むしろこれからが本格的ということだと思うので、まあ、1つはあのこういう数字の傾向も踏まえてですね、 えーまあ、ご指摘にあったような、えー、やっぱりどこにこだわりを持ってね、えー、でやっぱり金額のところで、えー、しっかりと引き出していく、やっぱりそのことはあの期待をしていきたいなというふうに思ってい先にじゃあちょっと、はい。うん えっと、私どもの方で構成組織の方から報告を受けている形ですと、まあ、要求の段階で今回初めて、えー、産別として目指すべき水準を 掲げてそれを到達するためのまずは現状把握をしようといったような取り組みをしたというところも構成組織としてございますしそれからその賃金水準を確認をした上えで例えば3年間で1万円を大きく超えるような要求を今回掲げ経営側との対話の中である程度の年数を持って でその水準到達に向けた取り組みを進めていこうだとか、あのいくつかそういったあの水準を重視した取り組みが非常にあの各構成組織の中の個別の中ではそうしたご報告もいただいているところになります。で、先ほどご覧いただいているこの数字は中小を含めて比較的あの3月の末に回答を引き出してくるところは比較的精度があって で交渉の環境も整っているというところが昨年を超える形でもしくは昨年同等の形で回答を引き出しているということはここ数年の賃上げの,あの交渉を、えー 土台にしながら、おそらくは目の前の課題に向けて、えさらなるやはりあの一人への投資のところの重要性についての話し合いが一定程度進んだんではないかというふうに受け止めてございます。でむしろこれからあの後半で入ってくるところが、賃金制度のないようはところが多くなってきますので、ここに向けた開発交渉の支援は、個別の,その水準そのものというよりも、やはりしっかりとした回答引き出しに向けた支援も必要だというふうに思っておりますので、引き続き、 あのしっかりと協力しながらやっていきたいというふうに思ってございます追加ですか、じゃあ、手短にお願いします今回、2.07だったり、2.17っていう数字あるかと思うんですが、まあ、一方で今、課題も見えてきたものも、今年絶対水準ってやってみて、あったかと思うんですけど、どの課題にとか、なんでしょうか、壁にぶち当たったりっていうことも、今回、初めてでまあ,あったかなとは思うんですが、そういった面でどういったことがあったか、伺いたと思いま,す、はい、まだちょっとそ、そういう形でね。 えー、振り返ってってていいいう段階ではななのかなとあの思いまだ、あのーまあ、今、紹介あったようにね、あのー、これ、1年やそこらでどうこうなるっていうことでないこともね、また事実だと思うんで、まあ、少し、あのー、そこは意識して、まあ、そういう、あのー、何年間かでみたいなねあの、例えばこういうやり方あるよねっていうのは、まあ、方針でも提示をしたわけですから、まあ、そこらがどう、あのー、具体的な交渉の中でね、えー 展開されたのかということは、そこは今後、着目していきたいなというふうに思います、はい、では、えーと、予定時間過ぎておりますので、最後のご質問ということで、お願いいたしますえっと,と言いますけれどまあ今日の評価はです、ね、どちらかというと、平均賃金の上げ幅のところをね評価で、でまあ、中小はね、ベアが多分、大手を上回っている率はね、3年連続だと思います、まあ、そういう点ではまあ中小を頑張っていていいと思うんですが、それであとあの、個別賃金ですが。 でまあ今年はね、かなりその上げ幅だけにもこだわり、それから水準にもという、ね、形で、この評価のところでね、平均上げ幅の評価は出てるんだけれど水準についての評価が、ね、ないというあたりで、これはまあ、いつごろね、この,あの第3回集計の後にね、入るのかどうかね、でもし、まあ、これからまあ連合春闘の場合はね、やっぱり入れた方がね、回答評価は水準評価ですよ。あとその 水準に関わってですが、僕は2点ほどね指摘したいんですがこれはあのまあ要求面は少ないというのはねそうですが産別数ですね産別数がものすごく少ないんですよでこれはこの資料の,あの11ページ十一ページからですねあ11ページから A 方式 B 方式であの僕は数えたらね実産別しかないんですよ。 もうちょっと、ね、その広がりを持たせるという点では、ね、あの今後、まあ、この実産別だけではなくてさらに、ね、取り組んでいる区面もあるわけですからそのあたりはもうちょっと、ね、あの力を入れる必要があるのではないかというのを感じているところです。でまあ、どう見るかというところが1点あと、第2点目は妥結、ね、の回答なんですが5ページの要求集計から見ると例えば A 方式の場合の要求は7615円ですよね。 妥結で見ると1549円とかですね、まあ、あの美方式で見ても1万2071円なんだけれど、まあ、結果は7500円とかね、まあ、言ってみれば、要求に対してですね、獲得は4分1程度にとどまっているわけです。でやっぱし、これはね、あの絶対額重視とか、個別賃金重視というあたりについても、要求水準の妥結がね、かなりギャップが大きいというあたりはね、なぜそういう形になっているのかとの含めてね、 これから分析が必要ではないかと僕は思ってるんですが、まあ、そのあたりで、この個別賃金のね、まあ、言ってみれば、産別が少ないことと、それから容器に対して回答が周りもね、返りがありすぎというあたり、どう思われているのかという点について、まあ、これはあの会長にお聞きしたいと思いますこれも、あの後で必要であれば補足してもらってと思うんですけどね、あの前半の方であったあのその金額のところの評価かもということなんですけども。 まああのー、今日の段階の、要するに昨年の同時期との対比ということでいえばね、まあ、そこはあのーまあ、こういう数字で、えー、もう出ているがごとくで、まあ、あのいい感じになっているとは思うんですけども、ま,あ、まだ半分もいってませんから、ちょっとそこのところはまだまだ今後の状況も、あのー、踏まえてね、えー、評価っていうことで、まあ、言えるのかどうか、まあ、見極めていく必要があると思います。 これから個別賃上げのところは少し実際に集計を総括をしている富田さんの方から補足してもらいたいと思いますけあさっきも申し上げたようにまだまだここのところはね途上にあるということも事実だと思うんでしたがって組合数がどうしても少ないとですねやっぱりそこの要求と回答の対比がねどういうことかにかなり引っ張られている要素もあると思います。 まあそこはまだ今後の課題ではないかなと思います。 えっと個別審議のところについて私から補足をさせていただきたいというふうに思います。今回はの明細表も出しておりますのであのご指摘をいただいた通り、えっとおり個別産別の,あの構成組織の方針の中ではこうした個別を並列で要求をしたり具体的に水準を示しながら取り組んでいる構成組織多数ございますけれどもその構成組織と私どもの集計の関係でちょっと技術的な点で申し訳ないんですけれどもあの集計に こうして集計に出せるというかです、ね、条件を満たした組合で回答が出ているのが今現時点ということですので取り組み相対でいけばです、ね、もう少し大きな取り組みがあるんですけれどもここはあの連合の集計と構成組織の集計のところの,あのここの接合をあの今年の課題においてできるりあり集計できるような体制を取っていきたいということになっていますので明細表で出ているところだけが取り組んでいるわけではないということだけ申し上げておきたいという,ふうに思います。 はい、では以上をもちまして、記者会見を終了させていただきます。ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。